皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの小林明子さんは、1986年8月31日に恋に落ちて、Fall in Love でデビューしました。デビュー曲の恋に落ちて、Fall in Love がドラマ、金曜日の妻立ちへ3恋に落ちての主題歌になり、大ヒットしました。1992年からイギリスに拠点を移し、ホリというアーティスト名で活動を開始するとあまり日本のメディアで見かけなくなりました。今回はそんな小林明子さんの現在や私生活などを含むこれまでの経歴について見ていきたいと思います。まずは小林明子さんのプロフィールを見ていきましょう。小林明子さんは1958年11月5日生まれ、東京都狛江市の出身です。学習院大学文学部哲学科卒業し、MS エンタテインメントに所属しています。小林明子さんのデビューのきっかけは、大学卒業後に音楽出版会社に勤務した後、1984年にブレッド&バターのムーンアイズで作家としてデビューし、翌年に恋に落ちてフォールインラブを発表したことでした。 TBS 系ドラマ金曜日の妻たちへ3恋に落ちての主題歌となり、このドラマが社会現象となったことと合わせて大ヒットを記録しました。さらに第27回日本レコード大賞では作曲奨励賞を受賞し、他のアーティストの作曲なども手掛けています。小林明子さんは現在一体何をしているのでしょうか。小林明子さんは1986年8月31日にファンハウスからデビューし、いきなり大ヒットを飛ばし有名歌手の仲間入りを果たしました。よく名前も知られていますが、意外にも日本を拠点に活動していたのは1990年までの4年間程度でした。ファンハウスから最後出した作品は1990年7月25日に発売した15枚目のシングル「待ちわびて」です。その時から32年近く日本では作品を出すことはしていません。1992年からはイギリスに拠点を移し、ホリというアーティスト名で活動していました。思い起こせばデビュー曲の恋に落ちて、Fall in Love も2コーラス目はサビ以外はなぜか英詩でした。海外での音楽活動はかねてからの目標だったのかもしれません。ホリとしては2枚のオリジナルアルバムを制作しました。ホリの活動は元ジャパンのメンバーたちと制作するなど力が入っていましたが、日本での活動と比べると成功したと言えるものではありませんでした。その後は2003年にコスクワ市交響楽団と共演し、カーペンターズのカバーアルバムをリリースしたり、ハープとのコラボレーションなどを行ったりしています。ですが現在は以前のようには活発には音楽活動をされていないようです。2023年現在もイギリスに住み、自身の Facebook には2022年の挨拶として、新型コロナウイルスのパンデミックのためにもう2年以上日本に帰れていないとメッセージを送られていました。しかしそれ以外の更新はなされていません。きっと今でも素晴らしい歌声をしていらっしゃるでしょうから、また歌を聴かせてほしいものです。さて、小林明子さんは1994年にイギリス人会計士の男性と結婚しました。お相手の名前などは公表されていませんが、小林明子さんの Facebook にツーショットで写っているスナップ写真などを見ることができます。旦那さんは小林明子さんの5歳年下だそうです。馴れ初めは同じ太極拳教室に通っていたことで知り合い、2年間の同棲生活を経て結婚されたそうです。結婚後初の作品となった2001年にリリースしたアルバム BLOVED のジャケット写真は、そのイギリス人の旦那様が撮影した小林明子さんの写真が使われています。そんな小林明子さんとイギリス人の旦那さんとの間には子供がいるという情報はありません。ですがインターネット上で小林明子さんの息子はグランドファミリーオーケストラの千葉龍太郎さんという情報がよく書かれています。しかしその情報は間違いで、グランドファミリーオーケストラの千葉龍太郎さんは小林明子さんの息子さんではなく、小坂明子さんの息子さんです。確かに同時期に活躍した女性シンガーソングライターで、名前もよく似ています。千葉龍太郎さんが30歳で不慮の事故で亡くなった際に、小坂明子の息子という情報を小林明子さんと勘違いされた方が多くおられたのでしょう。ところで小林明子さんは日本で音楽活動をしていた頃はどちらかというと丸顔でぽっちゃりした印象でした。しかし
イギリスでの活動を経て、時々あの人は今的な番組に出演された時には、以前よりもスリムになった小林明子さんに SNS などで痩せたのではないかとの反響が多数ありました。もちろん体重などは公表されていませんが、明らかにデビュー当時からはスリムになられていることは確実です。2017年1月7日にまで遡ります。小林明子さんが BS 日テレの番組歌え昭和のベスト10ロンドンからバンバンチャチャチャ新春2時間スペシャルにおいてロンドンから中継で歌いました。とても貴重な機会となり、ロンドン移住後の生の歌声の披露はほとんどんかったと言われています。ロンドンからということですが、小林明子さんが現在どんな生活をされているのか気になるところです。またその後の恋に落ちてフォールインラブの売り上げについても気になっている人が多いようです。さらには東大の秘書という経歴についても噂されていますが、一体どういうことなのでしょうか。前述の通り、現在はイギリスのロンドンに活動の拠点を移して幸せな生活を送っておられるようです。イギリスのロンドンは非常に過ごしやすく音楽にあふれている街です。著名なレコーディングスタジオなどもまだ現役で存在しています。異国での生活や結婚が小林明子さんの活動にいろいろな影響を与えているかもしれません。さて、小林明子さんの代表曲となった恋に落ちてフォールインラブの売り上げについても気になるところです。この曲は小林明子さんが作曲し、作詞は湯川玲子さんが担当されています。ダイヤル回して手を止めたというフレーズが印象的で、多くのアーティストにカバーされています。そんな人気曲は1985年8月31日にリリースされ、累計売上は 95.3 万枚を記録しています。ミリオンセールとまではいかなかったようですが、デビュー曲としての売り上げにしては大いに日本音楽史に残る快挙でした。さすがに社会現象となったドラマの主題歌というだけのことはあります。恋に落ちてフォールインラブは自身が歌うことはもちろん、数多くのアーティストがカバーしていることでも有名です。もう少しこの曲についての詳細を調べてみました。表題曲である恋に落ちてフォールインラブは1985年8月30日から放送された TBS 系テレビドラマ金曜日の妻たちへ3恋に落ちての主題歌に起用されたことはお伝えしました。同年11月1日オリジナルカラオケとメロ入りカラオケ、そしてボーカル入りの計3曲ずつ収録したシングルカセット版がリリースされています。カセット版というところが時代を感じます。セカンドアルバムの心のままにに初回現状版として英語バージョンのシングルが別途添付され、 CD アルバムにはボーナストラックとして同アルバムの11曲目に収録されています。平和より発表されたパチンコ CR メゾン一国好きなのににも BGM として採用されています。この曲はドラマ放映より1年も前に当時音楽制作会社に勤務していた小林明子がある歌手のために作曲していました。しかしその歌手が引退してしまいました。しばらくして偶然にドラマ関係者の耳に入り、湯川玲子さんが詞をつけ歌詞を誰にしようかと検討したところ、デモテープ用に歌った声がいいと作曲者自身が歌うことになったという経緯があります。この歌詞は湯川玲子さんの実体験によるもので、また湯川玲子さんが重視したのは I'm just a woman fall in love のあたりだと述べています。ちなみに湯川玲子さんは作詞するのにとても時間がかかったと語っています。特にダイヤル回して手を止めたの部分はダイヤル式の電話を指していますが、1980年代後半は公衆電話がダイヤル式からプッシュ本式に変わったケースが多く、ダイヤル式は電話をかけるときに時間がかかり、その時に迷う心理を表現するためにあえてこの部分を残して発表しました。湯川玲子さんは変更しようとしたそうですが、当時のレコード会社のプロデューサーに、ここがいいんだ、ここを変えたらこの曲は死にますと強く説得されたと語っています。小室哲哉さんは、表現はいい点と悪い点の両方ありますよね、その時代を象徴している言葉でもあるし、ダイヤルどころかプッシュでさえ番号を入れない今の時代では通じないことにもなると述べています。また本作を収録したアルバム Fall in Love は1986年2月に香港 EMI を通じて香港でも発売され、同地で5万枚を売り上げゴールドディスクを受賞しました。ディスクジャケット、シングル版のジャケットは途中で変更されたため
小林明子さんが横を向いているものと正面を向いているものの2種類があるそうです。ちなみにオリコンチャートでの集計では累計でミリオンセラーを記録しています。 TBS ザベスト10には1985年10月10日に覇気で初登場し、12月5日に第1位に到達し、3週連続1位にランクインしています。1986年2月6日の10位まで計18週連続ベスト10入りを果たし、1985年の年間ベスト10では7位にランクインしていました。いかがだったでしょうか。今回は小林明子さんのことについて深掘りしてきました。小林明子さんの経歴は、歌手となる前に音楽会社に勤務していたことを書きましたが、さらにその前には東京大学で教授の秘書をしていたとのことです。作曲ができる感性も素晴らしいですが、頭も非常にいい方ということがわかります。またいつか日本で素敵な歌声が聞けることを楽しみに待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。